入り口観光用駅名標、日本駅は、山口県山口市、日本中郷にある、西日本旅客鉄道山口線の駅である。島式ホーム一面二線で、交換設備を有する地上駅。ホーム上に、待合室があるのみの無人駅で、駅舎、便所はない。列車接近案内が設けられている。上り線東側のマス寄りにある湖線橋から直接、 ホームに入る形になっている。自動券売機等も設置されていない。実際には蒸気の乗り場番号表はない。蒸気の番号は列車運転指令上の番線番号である。1日平均乗車人員は以下の通りである。駅北側の山口線、北戸山トンネル駅は、いわゆる、日本地域の生誕に位置しており、宮の地域との地域境となる、峠の頂上に近く、 周辺の人家等は比較的少ない。日本地域の中心であり、下記の施設が集まる遺械電区は、日本駅から国道376号を経由して、約 2km 東になる。日本駅前のバス停は、国道376号上にあり、駅からは約3分ほど歩く。当駅にて停車中の、 SL 山口号渡り駅と隣の篠の駅の間に25%パーミルの急勾配が連続しているため、臨時快速列車、SL 山口号も下りに限り停車する。隣の停車駅については、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。